はい、どうも、こんにちは、ぎまです。じゃあ、タッチデザイナーを使ってですね、音に反応する映像の作り方、インタラクティブアートの作り方ですね、やっていきたいと思います。はい、じゃあ、よろしくお願いします。こういうやつですね。これが、こういうふうにこうやって音、マイクの音ですね、に反応して、こう、映像がリアルタイムに動いてます。こういうやつですね。はい。これを作っていきたいと思います。じゃあ、はい、じゃあ、タッチデザイナーを開いていただいてですね。はい、これを消します。で、最初はじゃあ、サークル、円を作りましょうか。どこだっけ？これか。これですね。で、これを、ピタッと作っておきます。はい。で、大きさは小さい方がいいんですけど、これトランスフォーム小さくしようかな。じゃあ、これはこのまま置いといて、もう一個、追加します。これですかね。はい、これですね。はい、これにつなぎます。で、これ何かというとですね、これ、引いてくれるんですよね。どういうことかというと、こう小さくすると、こんな感じで、はい、このちっちゃい円はこいつですね。こうですね。で、こう重ねてるところ、こう引いてくれるので、この周りだけが残ってるような、波紋だけ残ってるような感じで出てくれます。はい、これですね。で、ここにトランスフォームを入れます。ね。はい。そうすると、こういう感じですね。トランスフォームとか、ウィットまでだな。大きくしましょうかね。はい、こういう感じでいきたいと思います。これは、はい、こういう感じですね。で、だからこれも この部分ですね。あ、そっか、色がスケールか。この部分をこうやって、そっかそっか、こういうふうになっちゃうんだ。じゃあ、ちっちゃくしないためですね。これを小さくしましょう。0.1とか。で、さらにこれはもっと小さくしたいので、0.09とかするといいかな。はい、こういう感じですね。それでちっちゃくして、で、あとはここで、ところでこうやってこれをこう広がっていくことに反応すればいいわけですね、ここが。はい。なので、ですね、音を取るところが、ここからオーディオ、デバイスイン、これですね。はい。これですね。はい。で、これで、自分のこのデバイス選んでください。なんか外付けしてれば、ここで選ぶことできますので、それ選んでください。今、わずかに反応してるんですかね。で、ですね、これ細かすぎて、言ってみたら、これがどれぐらいの数値か分かりにくいんですよね。そういう時は、便利なのは1個あってですね、見やすくするものがあります。これですね。これで見るとすごく見やすいですね。0.1から下も、0.1ぐらいですかね。最小と最大が0.1ぐらいなので、それをちょっとここで、また変換します。音を大きくします。これはいらないですね。はい。これを、だから、いつもよく使うんですけど、0.1でしたっけ？ 0.1。で、一番大きい音も0.1なので、0から、どのくらいがいいのかな？ 5 とか。そうすると、これで、ここにそれを当て込みます。スケールのとこですね。はい。こ
これまずやってみましょう。このままこうやって一番大きすぎたらまた調整しますか。はい、こういう感じですね。はい、でまあ反応は別にいいんですけど、やっぱスイッチちょっと大きいですよね。5は大きいのかな。3かけるのかな。ここが、もうちょっと小さい方がいいんですかね。マイナス、ここはゼロにして、ここがもうちょっと細かく、拡大できましょうか。はい。はい。こんな感じになりました。こう大きすぎますね。3ぐらいですかね。こういう感じでいきたいと思います。で、これが、このままだと早すぎるので、ちょっとここで、位置を使うやつですね、これも。これで、ちょっと後を残していきます。で、これを入れて、で、ね。はい。で、これをここに、これね、これクリックして、これをここに置きます。はい。そうすると、こういう感じですね。今こういう感じにこうなっているので、このオパシティを、ですかね、0.9 レベルのオパシティを上げ、下げますね。はい。そうするとこうやって、こんな感じで音に反応した、出来上がります。はい。ですね。で、この、映像を今はこのデバイス、マイクの音ですね、反応してるんですけど、音楽に反応させることもできます。音楽はここから、オーディオデバイスインじゃなくて、オーディオファイルって言いますので、これですね。今これ音鳴ってるんですけど、何が鳴ってるかというと、オーディオデバイス、これですね。ここに音楽が流れてます。で、さっきはここ、これをこう、ここにつないで、今ここが、このマーチっていうところの、トランスフォームのこのスケールに反応しているので、ここを変えてあげれば大丈夫ですね。これをここに変えてあげます。これを消しましょう。はい、それと今はこの音楽に反応して、この波紋は動いてます。はい、こういう感じですね。で、音楽はここから、自分の好きな音楽をここで選ぶことができます。自分の好きな音楽でこうやって映像を作ることもできます。はい。これはすごく便利ですね。これで音を持ってきて、このチャンネルでいろんなものにこれは代用できるかなと思いますので、やってみてください。ここだけ見ようかな。3D のこの底のところでもできるので、例えば。こういうものがあったとしてですね、これが今動いているんですけど、例えばここの、ここですね。0からこれは15ぐらいでもいいのかな。これに反応させていきます。そして、このここですね。ということで、この音の波形ですね。音のこの、これを、いろんなものに対応できるので、いろんなものを作れるのかなと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ、今日はこれぐらいかな。はい、終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。